メンターに好かれる5つの原則、自分にぴったりの素晴らしい師を得るにはどうすればいいだろう。そのための5つの原則を紹介したいということです。1、メンターに聞いてからやるのではなく、やれることは全部やってからメンターの目に留まろうとする。多くの人は自分が骨を折れる努力をしたくないためにメンターを求める。だからそうではなくて、自分である程度努力した後にメンターに聞くっていうことが大事なんじゃないかと思っております。あなたのために特別に骨を折ろうとメンターが思ってくれるのはどんな時だろう。それは考えられる全ての道を試したが、もはやメンターの助けなしには万策つきましたとあなたが証明できた時。自力でできる限りのことをやっている姿は、あなたの賢さと才覚、また決して人の時間を無駄にしないであろう人間性を示している。ほとんどの指導者は自分自身もそのような人間だと認識している。つまりメンターとあなたはとても大切なものを共有したことになる。自分が相手に望むことを考える代わりに、メンターが考えるであろうことに思いを馳せよう。私はこの分野の第一人者で、とても忙しい。限られた時間の中で無償で力を貸したいと思える相手は誰だろうと。2. メンターについて知る。いや、徹底的に調べる。メンターがその道の第一人者なら、きっとネット上に情報が出ているはずだ。時間を使って調べよう。メンターにしても悪い気はしないはずだ。まあこれ俺はメンターいないんで、まあ、いるって言えばさ、どんな人でも俺はメンター尊敬してると思ってるんで、そういう視点で見てるけども、悪い人だったら反面教師でメンターとして見てますけども、本当にこの人をメンターだっていう人はいないですね。自分の先行ってる人いないんで、僕がメンターになってるわけですよ。僕自身がメンターなんですけれども、まあ、そういう人とは出会えたらいいですけども、なので、もしね、後藤輝樹メンターです。後藤輝樹師匠ですとか、後藤輝樹に好かれたいとか思ってる人は、これ参考にしていただけるところいいと思います。今回のこれ。メンターに、だから、俺について知ってほしいですよね。俺を師匠とか、俺を先生としてる人は、だから徹底的に調べてほしいですよね。で、しかし、メンターのことを調べるのは、喜ばせるためではない。これはだから後藤輝樹を喜ばせるために徹底的に調べるんじゃなくて、あなたにとって、後藤輝樹はメンターになるかどうかを、知るために徹底的に調べるっていうことを書かれてると思います。次、3、止めちゃったなんか癖で、次3です。メンターの時間を浪費するのは滞在である、罪である。これはもちろんメンターにとっても大迷惑だが、それ以上にあなたに基本的な技能が備わっていないことを露呈することになると。こいつは俺が教える準備ができてないと。例えばね、クソリプじゃないですけど、こんなネットで調べればわかるでしょみたいなことをさ、俺に質問してくる人とかいるわけじゃんか。そういうの送っちゃダメだよっていうのはこの本に書かれてます。だから自分でね、調べれるようなことを、 Google で検索で引っかかるようなことは自分で調べると。それでも引っかからないようなこと、もうどうしても教えてもらわないと困るっていうようなことを、聞くとか、ってことじゃないですか。そのためにお金と時間を使うとか、そういうことだとは思いますよね。僕も結構出してるんで、動画とか文章にとかでね、ホームページとかツイッター動画も含めて、はい。4、フォローアップする。ちょっとストップします。メンターから忘れられないようにすること。忙しい人に覚えていてもらうのは至難の業だということを忘れないように。そこで心がけるべきことは、常に関係を保ち途切れさせないようにすることです。印象に残るが煩わしくないという微妙な感覚でメールを送ったり質問したりする。何かを復活させるより途絶えさせないようにする方が簡単です。更新が途絶えないように努力するのはメンターではなく、後藤輝樹ではなく、あくまでもあなたです。足手まといにならない程度にメンターとの関係を維持するために、あなたは常に会話の助裁動機を持ちいなければいけないということで、はい。つまりメンターの助言を、実行し、成果を得て状況を改善したことを報告しよう。
それこそがメンターの望んでいるもの、まあ、弟子の成果がね、成果をメンターの望んでいると。もしメンターがそんで相談に乗ってくれたら次のように、あんまりやこうやめとこう。はい、5。メンターに誇らしい気持ちになってもらう。ちょっとストップします。はい、メンターに誇らしい気持ちになってもらうっていうのは、メンターにとってのこう最大の喜びっていうのは、弟子が、あなたが、そのメンターのを支持して、弟子の人が、生徒が、結果を出すこと、成果を出すこと、成長することがメンターにとっての、幸せだと思うんですよね。メンターのおかげで、弟子が成功した、ビフォーアフターで結果が出た。それがメンターにとっての幸せだと思うので、メンターがね、誇らしい気持ちになってもらうように、弟子は努めると、頑張ると、そういったことじゃないでしょうか。はい。でね、なんかメンターにとってね、あ、こいつに教えなきゃよかったとか、こいつふざけんなとか思われないような、感じにした方がいいかと思います。ね、なんか犯罪を犯すとか、なんかそういう、メンターに教わって犯罪を犯しましたけど、そういうのはやめた方がいいです。まあ当たり前のことですけどね、そんなの。はい。ということではないでしょうか。まあ、参考にしてください。まあ、これ述べたことはもうこのエビデンスで証明されてますから、はい。だからもうね、僕もね、欲しいですよ、メンター。欲しいですけど、いないですからね。ちょっとストップします。はい、以上です。